あとはクローズアップで、英語はなかなか教えられない、小学校で教えられないという教師がいるんですが、でもまあ大学まで行かないと教師の免許証もらえないから、中学校高校では英語、中学では英語は必修なのでやっていたので、なんでそれを小学生に教えられないのかというのがちょっと疑問でした。で、書くものよりも聞いて話す英語を重視するような感じのことを言っていたような気がするんですが、ただそれ以降は見ていないので、どういったようになったのかというのはちょっとわからないんですが、出なかったのか、じゃない、で、あとは、そうですね。これですね。今日、およそ一新というニュース内容なんですが、